日本とレソトの関係では、日本とレソトと,との間の二国間関係について記述する。両国は国交樹立以来、一貫して友好関係にある。1966年10月4日、イギリス領、バストランドがレソト王国として独立し、日本は即座にレソトの独立を承認する。同年11月、バストランド時代から、 首相の地位にあったレアブア・ジョナサン首相が、レソトの首相として、初めて訪日。1967年より、南アフリカ共和国のザイプレトリア日本国、総領事館を通して、領事関係を開設。1971年7月、日本とレソトの間で、外交関係が樹立され、ザイザンビア日本国大使館がザイレソト、日本国大使館の建割を始める。 1989年1月に昭和天皇が崩御し、同年2月24日に皇居で取り行われた体操の礼には、レソトからは国王のモショエショエニセイ、エリアスラマエマ軍事評議会員、メケツ中日時期大使が参列した。また、1990年11月12日に行われた秋人上皇の即位の礼には、ラマエマ軍事評議会委員が参列している。 1993年1月、在ザンビア日本国大使館に代わって在南アフリカ、共和国日本国大使館が在レソと日本国大使館の建括を開始。1998年5月、レソとの会員選挙で、レソと民主会議が80議席中79議席を獲得したが、この結果を不正選挙であるとした野党支持者たちが再選挙を要求し、 警察との衝突や国外からの軍事介入を招いた。2002年5月25日、先の会員選のやり直し選挙が国際監視下で実施され、日本からは菅原清之二党所機関が監視員として現地の選挙に立ち会った。2007年1月、それまで日本を喧嘩していた在中華人民共和国レソト大使館から独立する形で、 上中の中日レソト大使館が初めて開設された。2016年11月下旬、国王列へ三世と王妃マセナテモハト聖エ,エソがレソト国王として27年ぶりに列へ三世個人としては初めて訪日。首都圏と関西に加えて東日本大震災で被災した福島県相馬市を訪問し、相馬市役所で行われた 内堀正雄県知事や田地谷修正市長との会談で、今後も東日本大震災の被災者に気持ちを寄り添っていくと述べた上で、震災で県民や市民は大変な思いをしたが、復興に向け前に進んでいる。失われた命は戻らないが、復興に寄せる努力は犠牲者の鎮魂になり、今後の力になると復興に向かう福島県民を温かく激励した。また、 国王夫妻は、相馬市滞在中に伝承鎮魂記念館での、慰霊碑への喧嘩や、松川浦環境公園での植樹なども言っている。2019年2月5日、レソト王国親善大使に指名された、宮崎義子が、東京都内で開催された、就任式に出席して、親善大使に就任した。2019年10月21日、レソト国王列へ賛成が、 天皇陛下即位の礼に出席し、また安倍晋三総理との首脳会談を行った。東京都港区赤坂7の5の47にある、中日レソト大使館、モケレリカテリチャドラモエレツシタイケコイエンガネパレサモセツェありがとうございます。